はい、こんにちは、116インズです。ロックアウト明けにレッツからウィンカー、スアレスを獲得したものの、そこから目立った動きのなかったマリナーズ、トレードでの先発補強はあるかもと匂わせていましたので、そちらに少し期待をしていましたが、開幕まで2週間後に迫った今、そういったトレードの話も具体化していませんので、ここからの大きな補強はもうなさそうですかね。ただ細かな補強、チームのデプスを厚くするための動きはまだやる気があるようで、今日マリナーズはベテランリリーフピッチャーのセルジオ・ロモと1年200万ドルの契約で合意に至ったと報道出ました。ロモはすでにマリナーズのキャンプ地があるアリゾナ州ピオリアに向かっており、メディカルチェックで問題がなければ近いうちに契約が正式発表される見込みです。ロモは今月頭にメキシカンリーグのモンクローバでプレーすることが発表されていましたが、開幕もだいぶ近づきまして、マリナーズとの契約が決まったと。昨年周囲の予想に反してマリナーズが90勝もできた背景には、盤石なブルペンがその一つに上がると思いますが、すでに層の厚いブルペンにロモのような世界一を3度も経験したピッチャーが加わるのは、戦力としても経験の面でも頼もしい存在となりそうですね。マリナーズでのロモはおそらくですが、昨年シーズン途中にアストロズからトレードで加入したジョー・スミスが担っていた役割、右打者を抑えつつ5回6回あたりを中心に状況に応じていつでも投げる、こんな役割を彼も担うことになりそうかなと考えています。今月39歳の誕生日を迎え、 MLB15 年目のシーズンとなるロモ、ジャイアンツ時代3度の世界一に貢献した頃はブルペンの中心として、時にはクローザーとしても活躍していた右腕ですが、ジャイアンツ退団後はドジャース、レイズ、マーリンズ、ツインズ、アスレチックス、そして今回のマリナーズと球団を転々、すっかりジャーニーマンという印象がありますね。ジャイアンツのクローザーとしてバリバリ投げていた時代のような選手ではもはやないものの、まだまだメジャーで計算できるリリーフの一人で、昨年はアスレチックスで66試合に登板し、防御率 4.67、まあパッと見の成績あまり良くないんですが、これは開幕直後とシーズン最終盤に失点がかさんでしまったことが影響していまして、4月25日から8月26日までの46試合では防御率 1.44 と、この間はアスレチックスブルペンの勝ちパターンとしてしっかり活躍していましたので、うまく使えばまだまだやれそうかなと。平均球速が85マイル台と、現代のメジャーのリリーフとしては考えられないくらいの遅いまっすぐに、横に大きく曲がるスライダーを中心に投球を組み立てる選手で、シーズン全体の防御率は昨年良くはなかったんですが、強い打球を避ける点においては MLB でもピカイチの技術を持ち合わせています。昨年のハードヒット率、平均打球初速は共に MLB でも上位 1% から 2%、 スピードはないですが投球術で打者を翻弄するクレバーさも光ります。今のマリナーズブルペンにはシーオールドを筆頭に、まっすぐで押していけるピッチャーが多い印象なだけに、ロモのように全く真逆のタイプのピッチャーが加わるのは、サービス監督の選択肢も増やしてくれそうですかね。で、冒頭でも触れましたが、ロモは昨年のスミス枠なのかなと思っています。2人とも変則的な投球フォームの右ピッチャーで、キャリア通算で右打者を特に得意としてきた点も似ていますね。スミスは昨年マリナーズに来てから5回6回あたりで登板、先発からシーウォールドやステッケンライダーなどメインのリリーフにつなぐまでの1イニングを担当するか、あるいは先発が試合中盤にピンチを迎えた時に回の途中で出てきてワンアウトかツーアウト取るような火消し役、ここでスミスはいい働きを見せてくれたと思っていまして、ロモも同様のポジションに収まるのかなと。サービス監督はこのような火消しの役割をピボットロールと表現していて、5回6回の失点が原因で試合に負けうるとして、ここを抑える役回りは非常に重要であることを以前コメントしていました。そういった役割の選手たちはイニング途中ランナーを抱えた場面での起用が予想されることから、速球を中心に攻めるだけではなく、できれば変化球も混ぜた攻め方ができた方が望ましいともコメントしていまして、ロモはこの条件にも合致しますよね。昨年のロモは右左ともに非 OPS が7割台前半と、どちらもめちゃくちゃ得意だったとまではいかないんですが、一方で右打者相手には全打席に占める奪三振の割合が 25.9% と、右バッターに対してはまだまだ三振しっかり奪えています。ピボットロールのピッチャーが必要な場面で相手バッターが右打者なら、ロモの強みがより生きるはずなので、この場面ではサービス監督もロモを重宝するんじゃないかと思っています。またロモの加入は怪我をしたケイシー・サドラーの穴埋め的な側面もあるでしょう。昨年のブルペンを支えたサドラーですが、昨年肩の怪我で数ヶ月離脱していまして、そしてこの春も肩の調子が思わしくないと。
当初はしばらく離脱しそうとの見立てでしたが、その後手術を受けることが発表となりまして、しばらくどころか今季絶望となってしまいました。いくらマリナーズブルペンの層が厚いからといって、昨年42試合で防御率 0.67、 シーズン最後の29登板を連続で無失点に抑え、さらには先ほど出てきたピボットロールでも大活躍したサドラーがいないのはやはり痛い。サドラーの代役としては今回獲得したロモ以外にエリック・スワンソン、ヨハン・ラミレス、42枠に入っていませんがトミー・ジョン手術明け非常に状態がいいとされるマシュー・フェスタあたりも候補に上がりますが、全員まだ真に計算できる存在でもないため、経験実績の面で彼らを大きく上回るロモが入ったことでサドラーの穴は埋めやすくはなったのかなと、チームの選択肢を増やす意味でも悪くない補強なのかなと思いましたね。この他ロースターの拡大もロモ獲得の後押しになったかもしれませんね。ロックアウトが長引いた関係で今季はスプリングトレーニングが大幅に短縮され、特に先発投手の調整が間に合わない可能性が高いことから、 MLB と選手会は5月2日までロースターを通常の26人から28人に拡大する案に合意しています。また今季から投手の登録人数が各チーム13人までに制限される予定でしたが、5月2日まではその制限も撤廃される見込みです。初めの1ヶ月間おそらく先発がそこまで長いイニングを投げることができない状況からも、ブルペンの働きがこの間は重要となってきそうですかね。そんな状況下でマリナーズはブルペンから逆にサドラーを失ってしまいましたので、ロースターも拡大するし、ロモのようなある程度計算の立つベテランを1人加えておこうとフロントも考えたのかなと。ブルペン陣もスプリングトレーニングの短縮で十分な調整ができないでしょうから、ある程度計算できそうな選手をプラスする判断はいいんじゃないでしょうか。ロースターの拡大や投手の登録人数撤廃により、マリナーズは先発5人、ブルペン10人の体制で開幕を迎えると予想しています。スライドに出ているのは9人ですが、ロング要員でシェフィールドあたりをもう1人入れる感じかなと。個人的にはサドラーが不在ながらもブルペンの面々はそれでも豪華という印象ですかね。シーウォルド、ステッケンライダー、カスティーヨのトリオに、今季トミジョン手術からジャイルズも本格的に復帰する予定ですし、100マイルの速球を連発するムニョスも楽しみな存在です。ムニョスまでの5人が今季ブルペンの中核を担い、ミセビッチ以降の面々がビハインド含め状況に応じてという感じでしょうか。ミセビッチ以降の4人もまあビハインドなどの場面で起用するのであれば全然見劣りはしないと思いますので、トータルでは非常に充実したブルペンなのかなと。今季のマリナーズは昨年と比較して戦力面の底上げはできたと思いますが、まだまだザ・コンテンダーのようなロースターではなく、ファングラフスは今季80勝と予想しています。これでは到底プレーオフには進めませんので、予想勝利数を上回る必要があるわけですが、そのためには昨年と同様に僅差のゲームをいかに勝ち試合とするかが重要で、引き続きブルペンにかかる期待は大きい。昨年終盤はブルペンにおんぶに抱っこで、その反動が今季来ないか少々不安だったりもするんですが、ロモを含めたブルペンに今季も頼る場面が多くなりそうですし、ブルペンが期待通り投げてくれないことには今季コンテンダーへの道は開きません。2001年以来の悲願のプレーオフ進出に向けて、今季もブルペンの皆様本当にどうかよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。